これをやればモテる。モテる男性が自然にやっている仕草重戦。モテる男性って自然にある仕草で相手に好印象を与えていることが多いんです。今回はそんなモテ仕草50個紹介します。普段の行動に取り入れて、あなたも魅力的に。仕草1、アイコンタクトを上手に使う。相手としっかり目を合わせることで自信と親しみやすさをアピール。見つめすぎず自然にアイコンタクトを取るのがコツです。仕草2、話を聞くときに軽くうなずく。相手の話にうなずくことで相手に共感や興味を持っていることを伝えられます。自然なうなずきは好印象につながります。仕草3、笑顔を忘れない。話すときに自然な笑顔を見せることで安心感を与えます。笑顔は信頼関係を築く鍵です。仕草4、リラックスした姿勢をとる。緊張感を出さないよう、リラックスした姿勢をとると周りも安心します。姿勢が柔らかいだけで周囲が話しかけやすくなります。仕草5、手を見せる。手のひらを見せることでオープンな印象を与え、相手に安心感を持たせます。心理学的にも効果があるとされています。仕草6、適度な距離感を保つ。相手との適度な距離感を意識することで緊張させずに親しみを感じさせます。特に初対面では重要です。仕草7、少しだけ体を傾けて話す。相手の話に興味があることを示すために少し体を傾けて聞く仕草が効果的。さりげない傾きが親近感を引き出します。仕草8、スマートなボディタッチ。会話中のさりげない肩タッチや握手は距離を縮める効果があります。無理なく自然なタイミングで行うのがポイント。仕草9、落ち着いた声のトーンで話す。低く落ち着いた声で話すことで自信と安心感を与えます。聞き取りやすいトーンで話すと印象が良くなります。仕草10、軽いジョークで場を和ませる。会話の中にさりげないジョークを挟むことで緊張をほぐし楽しい雰囲気に。あまり硬くならずにリラックスしましょう。いかがでしたか？どれも自然に取り入れられる仕草ばかりです。ぜひ日常で試してみてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。